今シーズンは昇格プレーオフがありませんので、 J1 に昇格するには2位以内に入るしかありません。モンテディオ山形は2位徳島までの勝ち点差が14、京都サンガ FC は勝ち点差が15となっています。それではホームの京都サンガ FC のスタメンとサブのメンバーです。ゴールキーパーは清水です。フィールドプレイヤーは安藤、ヨルディバイス、本田、福岡、川崎、庄司、黒木、曽根田、仙頭、ピーター・ウタカ。それではアウェーのモンテディオ山形のスタメンとサブのメンバーです。ゴールキーパーは佐藤、フィールドプレイヤーは三木、熊本、野田、松本、中村俊、岡崎、渡辺、南、加藤、ビニシウス、アラウージョ。渡辺、強さを見せる。そして南、南のシュート、ビニシウスも詰めていました。トラップした時にヘッドアップしていましたから、はい、もう南自身がしっかりともう隅っこに流し込むイメージを持ってドリブルしていましたね。ロングボールを蹴ってくる。このロングボールを回収したのは京都さんが先頭。それだ、押し込んでいきました。それだ、移籍後初ゴール。素晴らしい飛び出しからそれだの先制点が生まれています。京都サンガ FC、一度は止められたんですが自ら押し込んでいきました。それだ、移籍後初ゴールです。先頭が豊かに敵が寄っていると見るや否や、曽根田が走っていったところにピンポイントのラストパス。譲るな、クリア、宇高、ここはゴールキーパーよくかき出した。ここは佐藤集中していました。宇高のシュート技術はやはり非常に高いですよね。さあマイボールにしました山形。ここは少し連携のミスになった。その中から川崎、さあバイス、先頭、先頭ヘッド。ここは先頭がファーサイド走り込んでいきました。右から渡辺、切り返してさらに切り返す、まだいく、ヘッドだ、ビニシウスのヘッド、ここはよく止めた。渡辺のドリブルからね、連続攻撃で一度奪われたものの取り返してというところで、さあこの位置に庄司、さあ本田のクロス、宇高、宇高今シーズン19得点目。ワンチャンスをものにしていきましたピーター宇高。南、そして右のクロス、南を狙ったボール、割りどかしてビニシウス、一ついい形を作りました。三木のキックフェイントからの南というところでしたからね。ダイレクト打っていった、ここは思い切って打ってきました。右サイド福岡、クロスが入る、詰めて野田、金久保、庄司、庄司のミドル、京都3点目。攻守に躍動の庄司、今シーズン初ゴール。京都サンガ FC のリードが3点に広がりました。右足一閃、
背番号10が今シーズン初ゴールを決めました。さあアディショナルタイム目安の4分台に入りました。さあここで試合終了の長い笛です。3対0京都サンガ FC がホームで見事勝利を収めています。まあ、両チームとも静かな立ち上がりだったんですが徐々に京都サンガ FC が押し込んでいく展開になりました。